はい、皆さん、こんにちは。いやー、皆さん、今日はビッグな報告がありますよ。何だと思いますか？グッズ販売？あ、違います。あ、オフ会？あ、違います。あ、顎整形？あ、違うんです。皆さん、実はですね、ダリル・アンカさんことバシャールさんとの対談簿を出すことが決定しました。パチ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 。いや、すごくないですか？自分のことながらマジびっくりしてます。バシャールさんですよ。宇宙人ですよ。バシャールさんは以前やりすぎ都市伝説で関さんと対談したことで知った人もいるかもしれませんが、知らない人のために軽く紹介すると、ダリル・アンカさんという方がいまして、彼はチャネリングができるんですね。チャネリングっていうのは高次元の存在と交信することを言うんですけど、ダリル・アンカさんはチャネリングを通じてバシャールという宇宙人と交信することができるんです。バシャールというのはオリオン座の近くの惑星エササニに住む宇宙人です。いや、知らない人からしたら何のこっちゃって感じなんですけど、とりあえずすごいお方なんです。そのバシャール、つまり宇宙人と対談することができるんです。来月対談しにアメリカに行ってきます。いや、もう正直めっちゃ緊張しますよね。もうちびりそう。そこでなんですけど、バシャールさんとの対談ということなので、今回みんなから質問を募集したいと思います。パチ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 。いや、まあなんかね、宇宙人に聞いてみたいことがあったら、ここのコメ欄とかツイッターに質問バンバンください。多い質問とか面白い質問があったらピックアップして聞いちゃうので、みんなと一緒に面白い本にしていきましょう。発売時期はまだ未定なんですけど、今年中にはできるかと思います。楽しみにしておいてください。で、今日はですね、木内釣彦さんが臨死体験で見てきた宇宙の神秘を紹介していきたいと思います。結構有名な話なので知ってる方もいるかと思いますけど、これがかなり面白いんです。木内釣彦さんは日本の水星探検家として有名な方になりますが、なんと臨死体験を3回も経験したことがあるんです。最初の体験が1976年、航空自衛隊の運航管理者として働いていた時、22歳の時、上腸間膜症候群という病気で病院にて一度死亡が確認されました。そしてなんと死亡が確認されてから30分後に蘇生したのです。この出来事は医師のカルテにもちゃんと記録されていて、カルテに記録されているのは日本で唯一の例だそうです。この空白の30分の間に1度目の臨死体験をしたとのことです。まあ1回目は臨死体験というより死ですよね。もう完全死んだ状態なので死後の世界になるかもしれないです。なのでこれは臨死体験というより死後の世界、何を見たっていう感じですかね。一番最初に見たのはやはり三途の川。立花隆さんというジャーナリストが243件の臨死体験を収集し分析したところ、日本人でのみ三途の川やお花畑を見るというケースが多く、海外では光の存在、中にはディスマンと出会うなどのケースが多いため、木内さん含め多くの方がこちらは脳の錯覚、幻想だと理解しているそうです。そしてなんとその後、木内さんは意識が病室に戻り、横たわっている自分の姿を見ます。呼吸がスーハースーハーと吸って吐いていたのが、スースーと息が吸えなくなり、何の苦しさも感じないまま息を引き取る瞬間を目の当たりにしたとのことです。この時木内さんのお母さんが木内さんに顔を近づけて、あ、死んだって言ったそうなんですね。そういうのも観察してるんです。面白いっすよね。その後、具体的な内容は少し省略したいと思いますが、遺族の体の中に入り込んだり、瞬間移動したり、タイムトラベルしたりなど様々なことができたそうです。意識した瞬間、一瞬に場面が移り変わるらしいんですね。めっちゃ楽しそうですよね。まあ、瞬間移動みたいなタイムリープなのかわかんないけど。ここで一個すごいエピソードを紹介します。木内さんが幼少期の時に危険な体験をして、どこからか危ないって声がして助けられた体験があったそうなんですね。それが誰の声だったのか気になったので、そこに意識を飛ばしてみることにしたそうです。木内さんが 4,5 歳だった頃、お姉ちゃんと河原で遊んでる時、石がグラグラしている踏み場があって、そこを踏んだら近くにあった大きい石が転がってきたんですね。危ないって声が聞こえた幼少期の木内さんは、そこでお姉さんを突き飛ばして石を避けることができたそうなんですけど、なんとその危ないって言った声、臨死体験で意識を飛ばしてその現場を見に行ってた未来の自分だったそうです。この体験やばくないですか？まあ、見たことある人ならわかると思いますけど、完全にインターステラーの世界ですよね。過去の自分に注意する未来の自分、
イケメンすぎないですか？これ理解するのが難しいんですけど、まあ時間は過去から未来に続いている一本の線っていうよりかは、すべて同時に起きてるって感じなんですよね、おそらく。まああるいはパラレルワールドっていう見方もできますし、また木内さんは未来にも行って、中年の自分に会って、あ、俺生きるかもしれないって感じたそうです。どんな体験ですかね、それ。未来に行って自分を見るって。もう意味がわかんない。その後も2回の臨死体験をしており、同じくタイムトラベルを体験し、その記憶を今現在も思い出すかのように伝えているとのことです。ここがなかなか面白いんですけど、タイムトラベルの事実を何か証拠を残しておきたいと思った木内さんは、テレポートした時代にて、人の肉体を借り、神社に入り込み、拝殿の柱に、鶴という文字を墨で書いてきたそうです。そして、生き返って当時40歳になっていた木内さんは、偶然その神社に立ち寄り、その時強いデジャブを感じたそうなんですね。あの時訪れた場所ではないかと確信した木内さんは、見覚えのある柱を見つけ、そこに本当に鶴という文字が書かれていることを発見したんです。なんとその神社が造営される約500年前にテレポートし、大工さんの体に入って鶴という文字を柱に書いたというんですね。本当かよと思っちゃうじゃないですか。一応その時の写真とかもあるんです。ただまあね、神社側の混乱も避けるために今は行っても見れないようになってるらしいです。でもすごいっすよね。でもこの発想は面白いですよね。タイムトラベルできるとかできないとかいろいろ議論されてますけど、意識だけをタイムトラベルさせて誰かの肉体に入って証拠を残すという、そこら中にタイムトラベラーはいるかもしれないです。ただ気づかないだけで。その他にも様々な出来事の真意を確かめたいと思った木内さんは、いろんな時代にタイムトラベルし、驚きの事実を数々目撃したそうです。その中でも特に興味深かったものを紹介したいと思います。みんなはどの時代にもタイムトラベルできるとしたらどこに飛びたいですか？木内さんはなんと宇宙の始まりを見たというのです。彼は彗星探索家という科学者としての一面があったので、宇宙の謎を解明したかったんでしょうね。その解説が面白いんです。最初は膨大な意識がありました。そこに歪みが生まれたのです。その歪みは歪みを解消しようと動き始め、その動きこそが宇宙に満ち溢れているエネルギーの流れだというのです。よく耳にするビッグバンはその後エネルギーが極限まで成長し大爆発を起こしたことだと、そのエネルギーが3次元という空間で制限されているのが僕たちが見ているこの世界。そのため今存在する宇宙も全て一つの膨大な意識だというのです。ここら辺は以前紹介したフラワーオブライフに似てますよね。まあスピリチュアルな意見と一致しますね。次に目撃しているのが月の誕生。こちらも本当に興味深いものを目の当たりにしたというのです。最初地球には月がなく、海は地球の3分の1ほどしか覆ってなかったらしいんですね。そしてやはり人類は高度な文明を築いていたというのです。しかもその文明は自然を破壊しないようにと地下帝国という形で作られており、乗り物も UFO のようなもので空中を移動していたそうです。そして人間と恐竜など一つの生態系の中で共存しているのが見えたというのです。めっちゃ面白いのが、人間が普通に T-Rex の背中とかに乗ってたらしいんですね。いや、かっこよすぎでしょその構図。まあジュラシックパークとかにあったけど。約15,000年前、月は大量の水分を含んだ巨大彗星で地球に大接近します。そしてその大量の水分が地球の引力で引き寄せられ、高度な文明や多くの生物がここで死滅したそうです。アトランティス大陸やノアの箱舟など、まあ最近大洪水の話は出てますけど、時代的にはやっぱこの辺なんでしょうね。月は水分を全て吸い取られた状態で核のみが残り、私たちの知っている今の月の姿になったというのです。そして地球は大量の水が来たことで重くなり、つまり地球の重力が強くなったそうなんですね。月が来るまでは地球の海面は今よりも 2000m 低い位置にあり、重力も弱く、そのため人間は 3m も超える巨人だったとのことです。そして重力が少なかったため恐竜もあんな大きさまでに成長できたとか。まあ流れ的には月の水が地球の環境を変えていった感じですかね。もともとの地球の環境とは全く違ったと。そして宇宙人についても触れています。その当時の文明は彗星が、まあ月ですね、が近づいていると知り、一部の宇宙人が宇宙に逃げていったとのことです。その向かった先が金星です。金星では引力が地球よりも弱く、環境が違うことにより体が細くなっていき、皮膚が象のような肌になり、目はメラニンが増えたことにより黒くなっていったと。まさにこういう感じですかね。まあみんながよく想像する。
なのでこの話によると、当時地球に住んでいた人たちが金星に行ったらこういった見た目になったそうなんですね。面白いですよね。まあ、もっと具体的に言うと、宇宙に行った組と地球に残った組で分かれたそうです。そしてその人たちはもう金星では住めなくなり、地球に戻ってきたものの、今の地球は二酸化炭素が少なすぎるためまだ住めないとか、また生まれ変わりについても木内さんは私たちが知っている輪廻転生の概念とは少し違うと説明しています。人は死ぬと膨大な意識に再び取り込まれ、子という存在から全てに戻るという感覚があるとのことです。一滴の雫が海に落とされ見分けがつかなくなるのと同じ感じですかね。そして生まれてくる時にその膨大な意識の一部が取り込まれ、新しい肉体に入ることで DNA と混じり個性が生まれてくるそうです。そのため全ての魂が自分の前世になると、まあここら辺もよく聞くスピリチュアルな解釈と同じ感じですよね。臨死体験を経験して宇宙の歴史を見てきた木内さんが今人類に伝えたいメッセージは、地球の生命のバランスを維持することだと。人間は知性があるため、その知性で森を守り、生態系のバランスを守るために一人一人務める役目があるとのことです。そしてもう一つが自分の役目に気づくこと。人間には一人一人必ず役目があり、与えられた肉体を使って精一杯やり遂げることが人生の意味となると。そしてその役目は過去を振り返って楽しくてしょうがなかったことや面白かったことがヒントになると。まだ出会っていない場合はやってみたいと思うことを勇気を持ってやり続けることが重要だと。出会いにはふさわしい時期があるため、それまでの準備期間も必要な時間だと。いやー、いいこと言いますね。何様やねん俺。まあでもね、ほんとその通りだと思います。どうでしょう皆さん、かなりぶっ飛んでますけど、めっちゃ面白いっすよね。まあでもね、これが全部事実だというわけではなく、木内さんも自分で言ってるんですけど、彼が臨死体験で体験したことをみんなに伝えてるだけなので、これが本当なのか嘘なのか誰にもわかりません。まあ臨死体験で宇宙の神秘を見てきたという人は結構たくさんいるんですけど、今日は木内鶴彦さんをピックアップして紹介してみました。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。